のライン1番から6番に合わせて2列に並んでお待ちください。整列乗車への協力をお願いいたします。初っ端からクハ455だと思わなかった。こちら6両編成の先頭、こちら側の先頭車はこれ455といって、昔急行型として使われてたものですね。2両しか存在しません。他と違って片開きドアということで有名です。3番乗り場に停車。駅から撮影地までは徒歩32分です。本当はですね、白衣駅にレンタサイクルがあるはずなんですけれども、どうやら廃止されてしまったようなので、撮影地までは、こうして歩くしかないんですね。 2. 何キロぐらいありますよ。しかも結構道は狭いですね。ちょっと歩きづらいところだと思います。車も結構多くて、時間帯も時間帯なんですけどね、注意が必要です。すごいいい感じのところだな。
撮影地から駅までが若干時間かかります。やはりレンタサイクルがあるととても楽だったでしょうね。まあでも歩けない距離ではないので、まあ徒歩で行った方が結局は良かったのかもしれません。そして奥にはですね、博井駅が見えてきました。これが博井駅なんですけど、博井駅の近くにあるこの橋、ここから結構いい撮影ができるんじゃないかな。今の時間帯ちょうど巡行だと思います。手前から3本目の線路にですね、金沢方面の列車がやってきます。今回時間がないので、ここを通る列車の撮影はできませんが、だいたい3時間ぐらいかけて撮影してきました。この後はですね、七尾線の終点七尾駅の方へ向かいたいと思います。それでは今回はご視聴ありがとうございました。